はい今回は柴咲コの結婚についてのでさまざまな噂について調べてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますこちらのですね、まあ、この芸能ゴシップも、まあ、多くの人は関心がある内容なんですが、まあ、僕も調べてみたことがあるんですがちょっとあのよくわからないんですねでいろいろ調べていったらおそらくこういったことなんじゃないかっていう、まあ、比較的、まあ、分かりやすいお話だと思うので そちらを今回はですすね、えー、お伝えしていいこうと思います、まあ、リスナー様もおそらくこの、まあ、柴咲コウっていう、ねえーまあ、女優の方の,この結婚とか、まあ、そういったものに関心を持たれたことがあるかもしれないんですが、まああのまあ、結婚してるとかね、えーまあ、結婚してないとか、えーまあ、な,なぜなのかとかそういったさまざまなあ噂っというかいろんなことが言われるんですが。 それをまあいろんな角度から考えていくとですねあまあ、こういうことだったんだろうなっていうことがわかるっていうまあそういうまわりかしですね、えー、まあ、いい話なんですよまあ、いい話っていうのも変ですけどまあ、そうそう,そうだろうなっていう話。でまず よくあるんですけど柴咲コウが結婚してるっていう噂があるんですが嘘なんですよね。うん、よく柴咲コウが結婚してるとかっていう噂があるんですが2022年ね今現在も独身であるっていうことからえ嘘なんですよ。でなんでこういった噂が出るのかっていうのがよく分かりませんけど。例えば柴,柴崎公がテレビとかで まあ、結婚に関するその役とかあそういった、えー、役柄をされるからあこの人結婚してるのかなとかね、えー、分かりませんけどこういった人があ奥さんとか嫁だったらいいとか、まあ、そういったあ噂が一人歩きするのかもしれないんですが全くのう嘘,嘘っていうかデタらめなんですよね。うん、で あの柴咲コウっていうのは、まあ、好き嫌いはあるのかもしれないんですが、まあ、美人だとあの思うんですよ僕もあのこの柴咲コウっていう人は美人だなとは思うんですけど今まで、えー、まあ、ね芸能人同士の熱愛報道っていうのがまあ出てるんですよで、えー、この熱愛報道の中においておそらくこの結婚に関しての、えー、まあ、本当の話っていうのを触れないんですねで、えー、今回は一応3人ですね、えー、その まあ、柴崎コのえ過去に、えーまあ、その熱愛交際していたっていう、えー、方を3人でそしてあのその方たちとの、まあ、あ別れとかそういったことをか考えていこうと思います。まあ、柴崎コが恋人とですね、えーまあえー、破局して、えーまあ、結婚しなかったっていう、まあ、そういった話なんですが、まあ、どういった方と、えー、柴崎公は熱愛交際をしていたっていう、まあ、3人ですね。 えー、3人とその、まあ、破局っていうかその要約をお伝えしていきます。あの1人目がですね、あの s a ってあのいますよねあの、歌手ですか、ちょっとよくわからないんですけど、なんか歌って,歌ってる人、まあ、男前の人だと思うんですが。 あ柴崎公はこの一茶と、まあ、交際していたんですが一茶と別れた後に一茶が言ったんですよあの柴崎公っていうのは家事も、えーまあ、できる女性なんで結婚しておけばよかったなとかっていうようなことを言ったんですが、えー、もうすでにその時破局しているんで,でこのような発言をするっていうことから一茶、まあ、と、えーまあ、柴崎公は熱愛関係にあったしかし破局したっていうことがわかりますで2人目なんですがあ まっていますよねでこの、えー、柴咲コウと妻夫木聡も、えー、熱愛関係にあったということなんですが、えー、その際にですね、えー、柴咲コウが「ウーバーワールド」っていうののボーカルとね、えーまあ、その関係を持ったことが原因でこの2人っていうのを破局したんじゃないかっていうことが、えー、言われている,るんですよ。 で3人目があ中田英寿ですね、で柴崎公と中田英寿は、えーまあ、交際していたんですが、あ中田英寿の父親が、まあ、このー柴崎公との、まあ、関係を、まあ、反対したということが言われているんで、そこから,破局そこからあ、まあ、関係が悪くなって破局したんじゃないかということが言われているんですね。 まあこういったことが言われてるんですが、あ僕の中で調べてみて、どこにも本当のことがあないなと、分からないなっていう話なんですよ。で、まあ、もっと言うと、真相っていうのは分からないんですよ。ただし、えーまあ、あのここから話す話におそらくこの真相があるんじゃないかと、えーまあ、僕は思います。全くここまで出,出てこないんですけど、あのまあ、こういった話っていうのはおそらくあんまり、うん、関心を持たれないからが分からないんですが、ここから話す話が多分本当だと思います。何かっていうと、 柴咲コウっていうのはその恋人とかその熱愛報道とかっていうのがあるんですが、そ,それよりも何よりもあの猫を可愛がってるっていうそういうまあ人なんですよ。で、えー、言うなれば猫の可愛がり方があのまあ結構、えー、まあ本気なんですよね。でその柴咲コウは猫を本気で可愛がっていることと、えー、結婚しないことが関係して、えー、あるんじゃない関係してるんじゃないか関係あるんじゃないかっていうまあそういったことを、えー、ここから考えていきます。 柴崎公があ結婚しない理由です結婚できないとかではないと思います。そのルックス的にもまあ美人であることもそうですし、ねえー、まあ芸能人として、えー、まあ他にもな何かいろいろされてるみたいなんで結婚できないっていう要素はないんですがどちらかというと結婚しない、えー、理由として考えられるのが一つのこのあの何、ーまあ、ていうのかストーリーがあるんですよ。で、えー、柴咲コウが、あのーまあ、どれほど猫好きかっていうと動物保護施設からあ猫を引き取って飼っているっていうことが、えー、分かっているんで、えー 相当なあ柴咲コウというのは猫好きなんですよね。で、えー、何がストーリーなのかというと、えー、こういったあまストーリーなんですよ。柴咲コウがあ,あるですね出演作品をま撮影している最中、えー、柴咲コウというのは東京の自宅があったみたいなんですがその時のその出演作品は東京ではなかったんですが。 出演してる最中にですね、えーまあ、猫が1匹亡くなってしまったんですよね。うん、で柴咲一行の自宅は東京しかしこの撮影場所は東京でない離れた場所だったということなんですがこの当時柴咲一行は猫を2匹飼っていたようなんですが1匹の猫が亡くなってしまったということで。 1>, 1匹が残ってしまってその1匹の猫があの寂しがる、えー、といけないということで、えー、この撮影の合間にですね東京の自宅に帰っていたということが、えー、言われているんですよだからこういった話から分かるんですが本当の猫好きである、えー、と、えー、考えられますだからなぜかというと柴咲公があの結婚しないで独身でいる理由っていうのはおそらく猫を愛しているからだと思いますねだからあのなまあルックス的に美人であるっていうこともあるんですが 一言で言うと柴咲コウっていうのは動物好きのいい人だと思うんですよ。だからあの別に特に結婚することもなくあの、まあ、猫を可愛がって過ごしてる,るんじゃないかと思います。だからこのよく人々があのね 検索したり何でなのかなとかってあの思われる内容の根本には柴咲子が結婚しない本当の理由っていうのはえ猫を可愛がっているからで例えば分かりませんけどそういったことを、えーまあ、理解する方があいればあその結婚とかえ結婚相手とかっていうことになるのかもしれないんですがなかなかそうも、えー なならないのかなわからないですけどでしかもこの先ほど言いましたけど、ね、例えば今までだったらね一さとかつ妻夫木聡とか、うん、中田英寿とかっていうのとまあ、熱愛交際の噂がありましたけど、えー、こ,ここの話のどこにもですね猫、えーね、の話が出てこないんですよ、うん、ただし、えー、まあその何て言うのかな うん、あのいろんな噂がありますしその熱愛交際の噂っていうことなんでそれはさまざまレベルで、えー、話が出てくるんですけどこの出演作品をね、えー、撮った時に東京ではない、えー、わざわざ場所で撮っていた時に、えー、まあ、猫が。あの 1>, まあ、1匹亡くなって、えー、それをね、えー、その撮影の合間に東京の自宅に戻ったとっいうことから、まあ、相当なこのまあ猫好きああのまあ、動物好きであるということが、えー、考えられまして、まあ、そういったことが、えー、理由でですね、えー、結婚されずに、えー、まああの、まあ、猫を可愛がって、まあ、過ごしているそういうことがこの柴咲コウの、まあ、結婚しない、えー、背景にはあるんじゃないかと、えー、思いましたということで結構この柴咲コウの結婚の話をですね調べ いる人が多いんですがな何やらちょっとよくわからないことが多いんでいろいろ調べてみて、まあ、思った、まあ、僕なりのことを整理してお伝えしてみましたので何かしらリスナー様のご参考になっていただける点があれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです。最後まままで聞いていいててたた。だきまししありがとうございました